大人がゆっくり過ごせる贅沢な時間が過ごせる空間になってますよね。ありがとうございます。もう実はこれはかなり長年持っていた計画だったっていうふうにマスターお伺いしたんですが。そうですね、もう5年10年前から考えてました。もうコンセプトは本当にこう大人がジャズを楽しめる空間ということでいいんでしょうか。大人もそうですけども、若い人20代でもジャズの好きな人いますので、そういう人に来てもらったらいいかなと思ってます。なるほど。つまりはもっとジャズを身近に感じてほしいっていうスペースなんですね。そうです。実はお店の中もマスターがいろいろとこう内装も考えて作られたということで、はい、その細部のこだわりもぜひ、ね、お店に来た際には見てもらいたいですよね。はい、お店の方は夕方から営業されているということなんですか。はい、お昼の3時からです。だからそこが狙い目ですね。なるほど、はい、じゃあ夜遅くはちょっとあれなんだけど、ちょっとこの空いた時間に楽しみに来たいっていうのもありです ね、3時のおやつの時間から空いてますからね。素敵です。はい、お店のメニューを見てると、今はちょっと目の前お酒が並んだりもしてるんですが、はい、素敵な美味しいコーヒーも提供されるということで。もちろんコーヒー喫茶ですからコーヒーももちろんあります。紅茶もあります。ということ、はい、本当にちょっと女性が一人でこう息抜けに来るっていうのもいいですよね。それが一番のね、僕の望みですね。なるほど、はい、どうしてもジャズって大人の渋い男性が来てるようなイメージはちょっと、ね、年代的にあったりしたんですけれども、今頃は ね若い方もぜひちょっと楽しみに来てもらえるといいですよね。そうですね。なるほど。そういったわけでも3時から、はい、頑張ってちょっとお店は開いてますよと、はい、で今も話し合ったメニューの方なんですけど、紅茶とコーヒーもあると、実はこの先軽食なんかもちょっと提供しようかなというふうに考えてらっしゃるというふうにお伺いしたんですが。そうですね、こだわりのものを食べられるようにしたいと思ってますし、ケーキとかね、スイーツはちょっと置くようにしてますから。またそれはまた女性は聞き逃してませんよ。はい、ありがとうございます。ちょっとしたこうセッションなんかもできたりするかもっていうふうに聞いたんですけど。将来的にはね、でも小さい空間ですから、もう生でやりたいなというのが望みですね。もうじゃあもう本当にすぐそこから音が聞こえてくる良さですよね。はいはい、ぜひね、ジャズ実は大好きだったという方、こちらで思う存分にジャズについて語ってもらえるといいですよね。そうですね、ポップスでも歌謡曲でもちょっとビートを変えてアレンジしたらジャズになりますからね。お手軽な感覚の音楽になると思います。ぜひじゃあこの境出からジャズ好きさんもっとたくさん生まれてくるといいですね。はい、そうですね、ゆったりしてほしいですね。大人の素敵な空間な雰囲気あるんですけど、ぜひねちょっと初めてという方もこちらの扉を叩いてもらって、はい、ジャズの良さ知ってもらえるといいですね。そうですね。じゃあこれからも素敵な時間と空間を提供ということで頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。